おはようございます、最終日の朝を迎えました。ロイヤルアットクイーンズホテルっていうホテルに、まあ、泊まってるんですけど、部屋はね結構綺麗でした。で広かったし良かった、めっちゃ満足です。こことも、ね、もうちょっとお別れになるんですけど、部屋がね見えますかね、15階なので結構ね眺めがいいんですよね。なんか教会みたいなのもなんか見えたりとか。この部屋ともお別れです。今日はこの後アラブストリートっていうところがあるので、そこを寄って飛行機が夜22時で、結構まあ余裕があるんですけど、そのアラブストリート行った後に時間に超余裕持ちたいんで、もうチャンギ空港にね、帰りの飛行機が出る空港に向かいたいと思います。でチャンギ空港ってなんかその満足度みたいなのが世界1位、なんか何年か連続世界1位とかですごいとこらしいので、チャンギ空港のね、まあ、観光的なこともしたいと思います。なんかね空港直結のジュエルみたいな施設があって、そこ見るのもすごい楽しいみたいなことを聞いたので、まあちょっと早めに行ってそのジュエル見て、まあ余裕持ってね行動したいと思います。